クロネコアマズライトチョッピーせーのクロネコチャンネル、イエーイ。早い、案外早いぞトゲコ。あそこ水道があるな、水道に隠れちゃうかも。はい、どうもこんにちは、黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。ここはね、新しく作っている生き物飼育部屋、ブリードルームですね。ある助っ人の人たちがね、来てかなり作業が進みました。で、今日はね、この広い部屋、まだ物がないんですけど、この部屋にね、ハリネズミのトゲコちゃんをね、遊ばせてあげたいなと、ね、思って連れてきてるんですよ。トゲコちゃん、とりあえず移動用にね、入れ物に入れて持ってきたんですけど、怒ってます。怒ってるよね。とりあえず出してみようかな。広い部屋なんでね、ほら、広い部屋なんでいつもはできないね、運動ができるかなと思うんですよ。ちなみに今日は手持ちカメラですね。はい、トゲコちゃん、じゃあね、出てもらいましょう。お、やる気だねトゲコ。はい、トゲコどうぞ。新しいプリドルーム、トゲコちゃんの部屋ですよ。お、そこに来ちゃうの。そこはね、黒猫の足のとこなんだけど、トゲコ、基本的にハリネズミね、隠れるのが好きなんでね、隠れる場所探すんですよ。で、今ちょうど黒猫の足がトゲコの隠れる場所にちょうどよかったのかな。お、動き始めた。はい、トゲコ、そう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 、あーごめん、ちょっとごめん、トゲコ、トゲコ、わー、かわいい、動いてる、あートゲコだ、トゲコ動いてる、めちゃくちゃかわいい。トゲコ、わあ、トゲコが歩いてる。あんなとこまで行っちゃった。いやあ、こういう広いとこ初めてなんでね、トゲコびっくりですよね。うん、なんかしてるよ。トゲコに近づいていきます。トゲコ。トゲコ、怒っちゃった。トゲコ、怒ってる。怒ってるところも可愛いよね。トゲコ、大丈夫だよ。
そろそろまた詰め込まないといけないかな。トビコ、ね、ちょっと爪が伸びてきたね。あ、爪切るの難しいんだよな。かわいい、クンクンしてる。後ろの爪が結構伸びてますね。そうで、太ってんのかな。動きが遅いね。太ってんだろうか。端っこでなんかやってます。やっぱ角っこに行っちゃうんだよな。喜んで走り回るかと思ったんですけど、そんなわけないですよね。端っこに頭を突っ込んでできるだけ隠れようとしてる。固まっちゃいましたね。やっぱいつも自分の部屋じゃないからビビってんだろうな。あ、入ろうとしてる。小商売、小商売やそれも。小商売。やっぱそこなんだ。できたら隠れたいもんね、トビコ。トビコ。早い。案外早いぞ、トビコ。あ、あそこ水道があるな。水道に隠れちゃうかも。ん？何もない部屋なんで困ってますね。ちょっとこっち向いた。いやー、トビコね、あんまり長いことねやってたらストレスになっちゃうかもしれないから、そろそろ連れて帰ろうかな。トビコ、何してんの。ああ、固まっちゃった。たまには広いところでね、運動もいいかなと思うんですけどね。トゲコ、そろそろ部屋に戻してあげようかな。うん、やっぱあんま運動しないですね。結構運動するらしいんですけどね、ハリネズミ。うん、まあ初めてこんなとこ連れてこられたらやっぱりあれか。あんまり長いことやってストレスになっちゃいけないんでね、部屋に戻ってもらいます。じ
じゃあトヨコちゃんの方は部屋に戻ってもらいます。うん、すごくこう走り回ると思ったらそうでもなかったですね。はい、じゃあ今日はねこれでお別れです。またよかったらねコメントなんかで感想を聞かせてください。黒猫チャンネルの黒猫とトゲコちゃんでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ご飯食べてます。やっぱ自分の部屋が一番だね、トゲコ。